この畝は金時さつまいもを植えてあります。そうですね、あと1ヶ月もすれば収穫なんですが、さつまいものつる葉などに雨が落ちて、その雫がこの畝のそちら側とこちら側両側に落ちて土を超えたものにしていますので、その畝のすぐ近くにですね、これから赤空豆を植えていこうと思います。まあこのように適当な間隔で並べておいて、これから覆土をしていくところですね。まあ空豆は痩せ地でも結構できるのですね。この金時さつまいものつる葉の中でどんな野菜を成長するでしょうか。とりあえず種そら豆のうち赤そら豆をまず植えてみようと思いますね。それで赤そら豆が発芽して数センチから10センチぐらいになる頃に、大きくなった作物の傍らに次の作物を寄せ植えしておくという手法を多くされておられた旨がその著作にも出ていますね。実際に藤井先生がやっておられた石和田市の一つ藪というところの畑でもその説明を伺ったことがありました。金時さつまいもの畝の東側と西側に赤空豆覆土しておきました。いずれさつまいもを収穫した後、この畝の土を東側と西側に分けて、そら豆の株元に両側に分けていくつもりです。まあこの畝は今よりも低くなることになりますね。もちろんそこにさらに例えば来年の1月の下旬にジャガイモを植える
とかもできますが、まあそのようにするかどうかはまだ決めていません。このようにすでに成長して収穫が近づいてきている作物の傍らに、その次の作物の端種、あるいは粉への移植をしておくというふうにすれば、まあ、そのようなことをあちこちの畝で繰り返していけばですね、大抵の野菜は無肥料でよく成長して収穫にまでこぎつけますね。まあ、これも雨の恵み、そして雨とこの作物の葉っぱとの絡み合いによるリーチング効果の恩恵ですね。まあそういう昔ながらの自然の資源エネルギーをありがたく活用させてもらうということで、肥料を買ったり余計な投資をしなくても済むわけですね。まあ藤井博先生が衝動したようなリーチング土寄せの最大限活用というような路地栽培というものは、商業工業農業によって忘却されてきてしまっていますが、まあ、私たちのように自給作物をする場合にはいろいろな施設に投資するとかもできませんし、まあ、投資力がないということの他にですね、お天道様、土、雨、そこで生えてくる草を上手に自分が食べる作物の栽培に利用するという方が私は賢明だと思います。まあ若い人たちはそんなことやってられないということで、新規参入する人たちも最初から施設栽培のための投資とかするみたいですが、一体それでどれぐらい利益が上がって、どれぐらい食べてくれる人の健康に資するのだろうかと精査、であって達者な人間を育てるということにはあまり役に立たないのではないかと思いますがね。